アーリウス。お話。無謀だよ。50本あるもん毎回。武力。ずっと一人で喋ってる。もう行くぞ。あー、煽り夜。これ普通に片手で持ち上げられてそう。やめて。いたからわかる。もういたになっちゃった。もちょっと待ってよかったらまだこの顔してくれるんだ。何やってた。やっばい。うん、とす、帰りなさい。ミク、またちゃんと説明できなかった。自力で脱出を。むく。痛いじゃん。もうおもしろいね。
サツシがいいな。救えない。怖い。当たってますよね。もうどんどん魔女になっちゃう。尋問してる。だよねー。もう復讐の鬼になっちゃった。うわー、ここがアリウス。内戦があったんだ。歴史は知っときたいな。いやめちゃめちゃもう紛争地帯って感じだね。あ、沙織？熱が4日休んでない。解熱剤がある。ここに持ちすぎだろ。ちょっと休むしかないな。交代でやろう、みんなで。すやすや、まぶしい。あっ、ユリゾのせいや、聞こえてるよ。狭間の世界、儀式やらせてたまるかい。え？いや、大丈夫なの？まあそうね。体が崩れていって、
やだ。私たちのこれまで。え？え？え？分岐あんの？分岐？ちょっとセーブないわ。どうしよう。ミク。夢を見たわ。じゃあ話聞きたい。いや話したくないだろうな。すごい綺麗。内戦をさ、あ、やっぱこいつの言葉なんだ。それも怪しいよな、なんか。終わりを宣言みたいなさ。何も。なくせえやつだな。まあみんな子供だからな。あずさと姫は反抗してたんだ。ブチ切れ。ごめんね、俺顔怖いんだ。昔からか。まあそうだよな。おお、あ、そういうことなんだ。ろくでもない生活。教育がそうさせたのか。まあそうだよな。あ、それがあれか。エデン条約。元からそんなことするわけねえのに。や、するつもりもねえのにゃ。絶対許さねえ。すげえ話だな、今思えば。今となっては。おはよう。旧校舎。はあ、
あるある話だな。地下通路。あのドスケベ生徒会ね。はあ、いや確かにそうだよな。へー、逃がしてくれたんだ。なんでだ。行ってみっか。ボウフシ、どうも。ロールケーキ食いすぎだかもね。おるー、こんにちは。して痛くなさそう。開口。